everyone! Today I'm gonna show you kicking technique called Soktogeri in Japanese. This is difficult but my favorite. Let's practice together! Boom! それでは側頭蹴りの3つのポイントを紹介していきたいと思います。高い蹴りを蹴ろうとしても難しいので、まずは低い蹴りから、ローポイント、ミドル、ハイ、この3つの角度で蹴っていく。いきなりやると怪我しやすいんで、まずは最初にストレッチをしっかりしてください。いいですか。じゃあまずローポイント、低いところから蹴るときにですね、ポイントはまず1つ目は軸足を返す、外に開きます。で、反対の足ですね、反対の足はしっかり胸前に引き上げてきて、お尻、自分の蹴る方のお尻をしっかり蹴る方向に向けます。いいですか。こんな感じです。こんな感じで、オーバーにまずは練習します。お尻を向こうに、体はこっちに、こんな感じで雑巾をこう絞るみたいな感じでね、体を開きます。大きくいきましょう。で、ポイント3つ目は指先ですね、この側頭の部分、ここをしっかり蹴った時に自分の顔の方向に、見えますか、指をね、こっちに返すんです。指を返す、これが、ポイントの3つになります。反対からもいきますね。反対で、軸足を返してください。お尻はひねる。で、この指先見えますか、指先はしっかり反らす、低いところから蹴っていきます。これが徐々に慣れてきたら、角度を中段ですね、ミドルキックのポイントに変えていきます。それはどうやって変えるのかというと、膝をしっかり胸前に上げてくる、上げてきた状態で蹴ります。膝を上げて蹴る、これが、ミドルキックのポイント。最後にハイキックですね、側頭蹴りの私が好きなやつなんですけど、ハイキックどうやってやろうかっていう、どうやってするのかっていうと、これはストレッチが最も重要になってきます。ストレッチと体幹ですね。で、慣れない場合は、まあ、こういう壁を使ってください。壁を使った状態で同じく軸足返す、膝を上げる、お尻は向こうで、この角度を、この角度に変えようと思ったら上半身を倒します。 It's not good. Never mind. もう一回確認しますね。1は軸足、2はお尻を向こうに向ける、3は親指、足の指先をしっかり自分の方に返す。これが、側頭蹴りの3つのポイントです。